どうもありがとうございます、もう沼田さんからの縁でここに僕は初めてあのこのパワーのあるあのステージに登ることができました。オンギター小沼洋介です。ありがとうございます。そして、もう本当にあの僕の、本当にねもう10年ぐらい前から、もう数々の僕 の, あのやってるプロジェクトをいろいろこのなんていうんですか、多分今日は、ね、配信もあるからいろいろそのこうシステムをちょっとねせっかくなんで映像に残したいなと思う。換気しながら今換気の時間中ちょっとこのベースのようなギターのような多分耳で聞いててこうどっちがコード弾いてるのかとかいろんなこう不思議なことが起こってると思うんですけど、ちょっと本人から今日は解説してもらおうという、はい、オンボイスさんとベースさんとギターって言ったらいいのか、まあ本当いろんなもののこう中間をこう行き来するというかボーダーをこうのかこう柵を軽々と超えているもう本当ワンアンドオンリーな、紹介します。カイペティート、ありがとうございます。そうなんですよね、説明するのってすごいこっぱずかしいというか、これ60年代にフェンダー の, 創立者というんですか、レオ・フェンダーが最後にデザインしたベースなんですよね。これギターに見えるんですけど、ベース6という名前で、こっちまだ弾いてないんですけど、こっちがいわゆるベースなんですけど、短いショートスケール の, これと同じ長さなんですね。実はギターより全然長くて低音がちゃんと出るようにできていて、ギターの1オクターブ下というか同じチューニングで下がってるだけなんですけど、それをこう真ん中こう急に高い弦を張ってバラバラになってるんですよね、順番が。なんでこう飛ぶという、普通にまた戻ってみたいな、なんでそんなことするのみたいな感じなんですけど、要は全部こう音域を下げてこうベースラインとコードを弾きたいだけなんですけど、全部下げちゃうと低すぎてこう和音にならないんで、ここの真ん中を高い弦にこうギター弦に変えて、そうするとこういう和音が出てくるんですよね。しかもなかなか普通のギターのチューニングでは弾けない和音になるから、あ、そうですそうです。だからそのいわゆるギターってこう近い音を例えばシとドとか弾くときに、ピアノだったらこう隣同士で弾けるはずなのが、ギターは逆に開いていくみたいな。そうですね、こういう。そう、でもそれがそのギターだともう普通に押さえるとなんかそういう響きになるみたいな。そうなんですよ、うん、なんでこうね、ギターとは違う響きの、同じコード弾いても多分小沼くん例えば Em9みたいな、マイク持ちながらできないですね、すいません。ダダダダーンじゃないですか。僕行くとドゥドゥドゥーンっていうか、こう混ざり方がね、でこうコードがありながら、ありがとうございます。あれを今一人でやってるっていうのはなかなか気づかれづらいっていう、多分なんでこうね、すごいオルガンみたいなね、なんかオルガン的な。僕的にはその、まあ、そのカイ君と一緒にやるときにはそのオルガントリオ的な要素もありつつ、逆に僕がベースラインに走ったりこうで走ると、カイ君は今度ギターのそのギタープレイになるっていうか、だからまあそんなそのやり取りの中でそのまあカイ君とその僕のその2本のギターのようなこう音域の広いベースが入ったようなそういうものにもう本当に沼田さんのグルーヴが入ることで、さらにこう、まあ、僕と海軍がコードとかいろんなものをこうやって決めていくんですけど、最終的な終わるよっていう裏ボス的な存在をずっと沼田さんに託すという。自分はいなくても大丈夫。
やいやいや。だからもう本当にこの2人のおかげで僕はもう本当にフリーの即興やったり自分の今お届けしたアルバムからの楽曲を、まあ、この3人バージョンで、お届けしたり、まあ、そこも、まあ、本当に成り行きで自由で毎回毎回本当に全然変わってます、もう本当に素晴らしいプレイヤーカイペディとそして沼澤隆、またじゃあ後半も、そのまま今日は続けていきたいと思いますので、もしなんかドリンクとかもう、もう全然演奏中にどんどん飲んでもらって、楽しんでてください。今 BGM 中です。もう本当このタクタクのステージでこの、3人でこう演奏できて、そこをこう皆さんに見てもらうっていうのは本当に心から幸せで、今日生まれてくるものも、きっと特別なものに、なりそうな予感がしてます。本当後半も楽しんでください。ありがとうございます。換気、あ、もう閉めちゃいました。もういい感じですか。そんなに、あ、でも大丈夫ですよ。換気タイムでもいいですし、大丈夫ですか。皆さん OK。 ドリンクとかドリンク欲しいですよねとか言って。でも今の説明、分かったっていう方は いないですよね。なんとなく伝わりました。そういうことになる、ね、簡単に言えば、うん、ものすごい説明しますと複雑だけど、全然わかんない人にはそのベースとギター一緒にやこうやってできちゃうんですよみたいな。できちゃうんですよ。しかもボイスを交えて。そうですね、うん、使えるもの、ベーシスト、そうですね、ギタリスト、あれじゃない、そのギターのリストとしてのパートと、うんうんうん、ベーシストとしてのパート、別々に弾いてもらって、それで、ボイスも重ねるみたいな。重ねる。一人でできちゃうよ。で後半ランケーをやで後半はそこから始めましょう。じゃあやってしまった。みたいな。今ベースのベースの人がいます。例えば、ギターの人出てきました。ギターの人がいました。で、ベース戻ってくると、この分かりやすいね。そうやると多分、今分かりましたよね。トトンガンみたいな。最初やっとけばよかったですね。これをやってる、聞いてると分かんないけど、こうやってやられると、それ一人でやってんのみたいな。確かに確かに。一緒に演奏してて分かんないですから。どっちがね、コード弾いてるのかとか。あれ、小沼君弾いてないみたいな。たまに小沼君こう、手が後ろで。今、カイ君全部弾いてますからみたいな。こういう姿勢してる時はね。海君一人にしたりとか。ありがとうございます。